はい、がっちり、こんばんは。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。ちょっと久しぶりに真面目に稼働報告したいと思います。今週月曜日ですね、11月4日、Uber Eats 16件、8560円。11月5日、火曜日、カエルちゃん2件、2082円ですね。これも朝4時またぎでやったんで、この売り上げのポイントは実は4件で、そのうちの2件は翌日に繰り越されてます。でも売り上げはこっちでですね。だから11月6日10件ってなってますけど、そのうちの2件分はこの前の日の売り上げの2件なんで、本当は8件の6097円です。で今週、カエルちゃん28件、ウーバイツ28件の16739円です。もうカエルの表情見てください。もうやばいです。もう限界超えてます。今週はもう疲労と睡眠不足との戦いです。で、あと、デブ化してますね、おっちゃんね。仕事休職してから5キロ体重が増えてました。うん。昨日ちょっともう休息日にしよう思ってね、久しぶりに極楽湯っていうスーパー銭湯に行ってきてね、体重測ってびっくりしてね、仕事休んだ時はね、64キロとかそんなんやったんやけど、今69キロ。それはなんかちょっとこの頃バイクの燃費悪くなったなと思ったんですけど、おっちゃんの体重が 5キロ増えたからね、まあ、それの影響が大きいかもしれないですね。うん、5キロ言ったらえらいハンデですからね、そのバイクにしたらね。うん、そう、ペットボトル2本半にユニパック5本追加して走ってるようなもんやからね。はい、というわけで今日の晩ご飯です。今日の晩ご飯はこちら、冷凍のですね、台湾混ぜそばですね。いやー、もうでもあれです、おっちゃんのこの稼働の報告はこんなもんです。あとはもう夜稼働行く前にゆっくりご飯食べて、うだうだとブチブチ言ってるだけのチャンネルなんで。そう、あ、でもね、なんか視聴者様からのコメントで、なんかもしかしておっちゃんの働いてる堺エリアの、堺の南部の方の単価が実は悪くないんじゃないかっていうのがあって、実はね、おっちゃんもね、なんか11月入ってから単価が上がってるような気がしてるんですよね。うん。そんな気がしてますね。まあ、雨降ったりとかもありましたけどね。卵いきます。ビューですね。いいですね。こっちか。こんな感じですね。ビューですね。お手本はこんな感じですけどね。はい、ちょっと混ぜて。で、お醤油とね。なんか知らんけど、この頃おっちゃんの、あれですね、YouTube には、ドンマイ川端さんの柔道の、コメディタッチの柔道のね、茶番劇がよく映ってますけどね。僕もドンマイ川端さん、こんなに、メジャーになる前からチャンネル結構見とったから、なんかすごいなと思って、うん。あの柔道家のドンマイ川端さんでね、全日本なんとか杯で日本一になってはったんやね。うん、すごい。うん、やっぱり何でも突き詰めたらね、やっぱ一流になるんですね。うん、今日はトマトです。このトマトはウェルシアで半額になってたんですよ。ちょっとこの縁のとこがなんかちょっとこう、見てくれ悪いからかな。うん。こんなん気にしとったら生きてかれへんから、いただきますわ。うん。あ、やっぱり、売れ残っとるやつは、味が濃いですね。真っ赤っかっす、真っ赤っか。うん。リンゴやったかな？なんかトマトと一緒に置いとったら、すごい、熟してくるのって、なんかそういうのありましたよね。
バナナやったかな。なんかの果物となんかの果物を一緒に置いとったら、すごい熟してくるっていう、ありましたね。11月どうですかね。なんかいろいろフリーランス新法がどうとか、ダイナミックプライシングのエリア分けがどうとかいろいろあるけど、あれあれ、ウーバーで言うたら、お客様の注文アプリの画面で、チップを押すパネルが小さくなったとかで、チップがもらえなくなったよっていう、もうほんまにおっちゃんも全然チップ入らんくなりましたね。冬服に変わったからかなとか思ってたりしましたけど。でも確かに、注文したときに、まだサービス受けてへんのに、チップを強要するかの画面が出てくるから、あれはちょっと僕いただけへんなと思ってたんですけどね。サービスの後からでええなと思ったりしたけど。まあ、置き配するのにサービスもクソもないかもしれんけど。どんなもんでしょうね。やっぱりおっちゃん、配達員やし、配達員の割引コードで注文するから、まあ、チップはでも一番安いのでもつけるようにはしてますけどね。多分今週、こんなきゃ28件やって、チップ1件の51円いただいたっていうのが唯一ちゃうかな。だからチップくださった方、本当に、ありがとうございます。素敵な、女性の方でしたね。優しくて素敵ですね。めっちゃ若い人からもらったら、ちょっと、ごめんって思うけど、ちょっと落ち着いた感じの方からいただいていくと、本当にありがとうって思いますね。なんか若い人からもらったら、なんか、ちょっと情けなくなるような気持ちがあってね。今日は精神科受診しましてね、おっちゃんね。復職に向けたね、訓練をしてもいいよっていうコメントをいただけたので、そういう方向で動く可能性が高くなってきましたね。でも全然全く無理せんとこうかなと思ってて、またぶり返したらね、あれやから。おっちゃんは8月ぐらいにメンタル不調で仕事を休んだんですよ。で、そっからもう2ヶ月ぐらいしてから、子供そういえば1歳未満やなと。育休取れんちゃう思って、会社に言うたら、その言うた日から育休にしてくれたっていう、なんか、そういうことがあってね。もともと僕、介護職で、でも子供小さいから、なんか夜勤の入りとか明けん時も寝られへんくて、その仕事と家庭の両立ができんくて、もうちょっとおかしくなってしまってね。だいぶ前からおかしかったから、まあ、これもやばいやつやと思って、とりあえずお金だけ稼いどかなあかんわと思ったから、6月ぐらいからウーバーさんしとって、で、8月に、本当にメンタルというか調子おかしなって、その適応障害の診断もらって、もう仕事行かへんようになってね。まあでも、ウーバーは
できる限りもうフラフラになりながら走っとってね、バイクもまあ1回2回ぐらいこけたかな。違反も2回ぐらい捕まって、原付やったんですよ、その6月ぐらいから始めた時はね。でも2回点数ついたから、違反の点数ついたから、3回目ついたら免停になる可能性高いから、原付じゃなくて小型バイクに変えなあかんわと思って、もう慌てて9月に2日間教習の AT の小型バイク限定の教習所行ったんですよ。八重の里のドライビングスクールね。近鉄のなんちゃら線の東大阪の方かな。でもその免許、教習所終わった休み明けの時にもうすぐ免許を書き換えて、で、その足でバイク屋さん行って、で、買ったのが PCX なんですよ。小型バイクのスクーターね。せやから、こう、すごい、ビク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 走っとったっすよね、原付の時はね。2段階右折がどうとか、制限速度が30キロやとかね。そうなんでね。今は割と伸び伸び走ってますね。ただまあ、車線変更とか怖いしね。キビキビ走らなあかんのはあるから、運転技術はこれからですけどね。めっちゃカラス鳴き始めましたね。怖っ。さっきちょっと雨パラッと降ってたんですけどね。で、おっちゃん、8月の半ばぐらいにメンタルおかしになったんですけど、その前に家内の方もね、だいぶしんどくなってね。で、8月中は僕は子供3人おるんですけど、上の子2人連れて、僕の実家におったんですよ。それが高槻で、その時は高槻から、ここは僕住んでるとこ、堺市の南区なんですけど、こっちの職場まで通っておって、せやから片道2時間とかかけて職場まで来て、夜勤して、で、夜勤明けたらまた2時間かけて帰ってくるみたいなことをしとったから、そんなも答えましたね。お金もかかるし、とはいえ職場の人もなんか交通費出してくれへんし、なんか事故ったら通勤の災害がどうやとかなんやかんや言われるしさ。まあでも今は、僕もこっちの堺の家に帰ってきて、で、家内は近所の家内の実家で子供と一緒におってくれて、で、まあ僕は子供の保育所の送り迎えと、まあ、洗濯物をさせてもらっててね。で、まあそんな状態やから、こう、まあ別々には暮らしたんやけど、一時的やし、まあ、しっかり毎日保育に参加してるから、育休取れますよっていうのを、僕は厚労省のその担当の窓口まで電話で確認しましたからね。ハローワークに聞いて、そこから労働局の何や言うとこまで、電話でたどり着いてね。で、労働局の何とか言う人に確認したら、こうこうこうやったんでって言って、職場に言うたら、育休手続きしてくれてね。でもなんか、めちゃめちゃ仕事に熱い人もおって、僕がこういう家庭環境なんですって言ったら、子供施設に預けて働いたらええんちゃうみたいに言う人もおったけど、いやでも僕は、何やろ、そこまでの仕事の、に、自分の心振られへんから、それはでも仕事へ、
休んででも子供といたいなと思うしね。今、子供と一緒に暮らされへんのがめちゃくちゃきついですけど、でも、仕事休んでるから、朝晩は必ず保育所の送り迎えで会えるし、洗濯物のね、やり取りとかもできるから、いいなと思ってて。でもそういうこう、時間に限りがある中でも、その時短勤務みたいなセアンでも、ウーバーイーツで、先月は210時間ぐらい働けたんですよ。稼働時間でね。稼働してない時間含めたらもっとめちゃめちゃ働いてんねんけど、だから、今月入ったら、もう、ウーバーとか辞めて、育休の休業手当もらおうかなと思ったんやけど、いや、それよりは、ウーバーしてる方がいいかなと思って、今月ウーバー頑張ろうかなと思ってんですけどね。で、バイクを買ったお金が、結構なんかかんかで、原付下取り出したけど、31万5千円かかって、で、保険もなんか、ちょっと見直しして、バイクの保険もね、5千円上がったのかな。だから、あるよね。先月の売り上げが26万円ぐらいだったんですよ。ウーバーと出前館と合わせて。もう9割ウーバーですけど。で、もし育休の手当もらってたら、月額24万円ぐらいなんですね。でもまあまあ、なんかいろいろ考えたら、その26万円ぐらいだったらガソリン代とか引いたら、絶対育休もらってる方がいいんやけど、手当もらってる方が良かったんやけどね。でもなんかすごいいい経験をできたかなと思って、この YouTube のチャンネルもすごい育てていただいてるしね。だってチャンネル登録500人増えて、総再生時間3000時間が超えて、有料化のコンテンツのスーパーチャットかな、スーパーサンクスみたいな、もう実装されてますからね、このハートマークみたいなね。アドセンスの審査もなんか、2日も担当、1日ちょっとで通っててね、びっくりしたっすけど。めっちゃ適当にやったから、なんかちゃんとできてるかわからんくて、出勤の口座とかね、ちゃんと登録できるんかなっていう不安はすごいあるんですけど、まあまあ、まあ、できんかったらできんだでね。それはそれでまたやり直したらいいだけの話かなと思うんですけど。まあなんせこう、チャンネル登録、いいねとコメント、ありがとうございます。まあ僕も結構その病んでるノリで喋るから、人によってはこういう話聞いたら、もらい鬱みたいになる人もおるから、まあほどほどにね、こう、距離感よくね、お付き合いしてもらえたら嬉しいかなと思いますね。で、僕もちょっとこう、今日の受診で、復職に向けてっていうのが、お医者さんから OK のコメントもらえるぐらいになってきたから、だからもうちょっとこう、動画の外では全然人とは関わりませんみたいな自己防衛をしてたけど、なんかちょっとこう社交的になってもいいかなって思い始めてますね。なんかもう皆さん優しいからね、なんかすごい本当に優しくしてもらってね。ありがとうございます。そんな感じですかね。まあ、今月の目標はまだいろんなカードローンの支払いがあるから、現金をとにかく銀行口座に入れなあかんなと思っててね。ウーバーイーツってそのお客さんの料理のお金、現金で預かったら配達員のクレジットカードで払うから、ウーバーに。だからその現金はその翌月のクレジットカードの引き落としまで手元に置いとけるから、
それでとりあえず他の支払い済まして、またその来月のカードの引き落としまでに、現金用意するか、もう最悪リボにするかとは思ってますけどね。ね、どうしたもんですかね。トマトも混ぜそばもあっという間に食べてしまいましたね。ごちそうさまでした。あ、でも食パンも食べよう。あ、そうそう、ここに、デブカプラス5キロって書いてあるんですけど、ほんまになんか、久しぶりに体重計乗ったら、給食する前の日、比べて、5キロ太ってましたね。えらいことですね。生協で、置き配で、卵とか食パンとか取り始めてから、めっちゃ太りましたね、ずっとね。太ったらなんか稼働できる時間増えたような気しますわ。寒さ、暑さにも強くなったような気するし。今、食パンちぎって、台湾混ぜそばのスープにつけて食べてるっていう、もう、余すとこなく、デブ化していこうかなと思ってますけどね。でも、筋肉ついたら一番面白いから、チョコザップとかすごい興味あって、なんか、足場のいいところでバイク止めれるチョコザップあったら、ちょっとこう、夜中に、僕は寝カフェとかで休憩したりするんで、お金バカにならへんから、チョコザップにしようかなと思ったりしててね。なんか夏場は、もう全然、夜中でもコンビニの駐車場とかで、旗でちょっと座って休憩できたけど、もう寒すぎて、そんなんしてたら死んでまうわと思ってね。なんか公園でちょっと横になって、蚊に噛まれてえらい目を負ったりとか、夏場してたっすけど、そんな、とても寒すぎて無理ですね。まあでもどうなのかな、診断書を取ったから、復職の、に向けてのトレーニング開始するんかな。通勤訓練とかするんかな。なんかまあ、ここだけの話になってるかわからへんけど、職場の近くとかね、もう結構往復する距離の10倍ぐらい毎日バイクで走り回ってるけどね。職場のそばまで、本そばまで行くこともあるしね。やみ始めて1ヶ月、2ヶ月はもう仕事のこと考えるだけで、うつ症状みたいになってたけど、もう今はどっちゅうことない。先日は育休の申請するのに上司に会おうて上司からなんかいろいろ言われたけど、全然揺らがなかったっすね。ただでも今の感じで職場に復帰したら子供と会う時間がなくなるから、それがちょっとまた、きっかけで、僕がまた鬱になるかも、鬱みたいになるかもしれんから、子供との時間を残せるような、感じで働きたいかな。そんな感じで思ってますね。うちの会社の、勤め先の、なんか、やっぱり、わからへんねんけど、育休中に副業したらあかんとか、そもそも副業したらあかんとか、時短勤務してる時にダブルワークしたらあかんとか、ちょっと僕も、それ守るメリットは、どこにあるんかわからへんもんね。まあ、そんなわけで、
復職に向けてっていうところで、いろんな世話の人のご厄介になるから、ハスに噛まれたことばっかり言っとったらあかんねんけど、うん、やるからにはやっぱり気を張ってね、強気でいかんと、介護現場なんか、気弱いとこ見せたらすぐマウントされるからね、うん。みそっかすみたいな立ち位置になったらね、もうそれも嫌やしね。うん。そんな自分のちっぽけなプライドをね、守ることに必死になるような仕事も嫌やけどね。うん。せやからもう、同じところに戻るのは、ちょっとこう、しんどい気しますね。うん。だって戻るの想像したら今もう喘息の咳とか出そうなってましたもんね。まあおっちゃんこれ今一人暮らしやからね。もうご飯食べてても話し相手おらへんから、こうスマホで開いて自分で自分に語ってるっていう、こう、寂しい、泣けてくる、寂しい。まあ、そんな生活をもう、2、3ヶ月ずっと続けてますね。うん。動画撮るのも日課になってるし、自分の動画を何回も見直すっていうのもね、日課になってるしね。うん。そう。でも、ショート動画を自分の撮ったやつを、バーッと見たら、なかなか面白いなって自分で思ってるんですけど、うん、全然再生数上がらへんやつはちょっと削除したりとかしててね、うん、そうで、ちょっとなんか、うん、再生数が100回以上回ってるやつばっかり残したりとかいろいろしてはいるんですけどね、でもちょっとタイトルいじったらちょっと再生数増えたりするから、この YouTube は YouTube で、アップロードした動画が他の人にバーッと表示されるためのなんかそういう対策があるんやと思うけど、うん、そんなに一生懸命はしてる場合じゃないんで、やってないですけどね。うん、まあでもほんまに。ありがたいことで、あと400何十名で1000人いったら広告収入入るかもしれん。ありがたい。うん。でも入らへんかもしれへんけどね。まあ、そんなわけでおっちゃんは皆さんのおかげでなんとかこうメンタルの調子を持ち直してきて、復職訓練いいよっていうコメントを医者さんからもらえるとこまで来ました。ありがとう。うん。まあ、僕のその個人的なで自分一人の思いで言うたら、もうウーバーさん専業になりたいんやけど、まあ、家族と今バラバラやから、この今の状態で僕が、ウーバーさんの専業になったら、奥さんからもうね、本当にもう別れますってなっちゃうかもしれへんから、うん。まあ、せめて今の会社で続けられへんにしても、正社員でね、家族を扶養に入れて、社保と年金のある暮らしを続けていかなあかんかなと思ってるけどね。うん。ただまあ、ウーバーさんがめちゃくちゃ稼げるんやったら、まあまあってなると思うけど、全然稼がれてないからね。まあ、稼いでないとは言うけど、でも、子供の保育所の送り迎えや洗濯やして、週2回子供こっちで面倒見させてもらってて、それで26万円、あげれたら僕はすごいなと思ったけどね。うん。うん。まあ、
売上の時給換算で言ったら1200円ぐらいやったけど、それでもこっちの都合に合わせて好きな時に稼働できるから、それはすごい強みやなと思いました。まあほんまに寝不足でフラフラなってやってたから、まあ今事故ってないのはたまたま運が良かっただけかもしれんから、体調管理とかね、しっかりしていこうと思いますけど。ウーバーさんの悪口ばっかり言うてたらあかんなってちょっと思い始めてて。でも今月次第かな。今月ちゃんと稼がしてもらえるんやったら、ちょっとウーバーさんもことをちょっと崇拝するかもしれんね。大丈夫。今週ちゃんとクエスト完クリして、来週か再来週にもっと件数の多いクエストもらって、それもクリアできるようになったら、僕もちゃんと一発のなんか専業配達員みたいな気持ちになれるから、そうなった時にもう改めて復職するか専業なるか、はたまた別の仕事しもって副業でやるかとか、いろいろ考えられると思うから、まずは Uber で毎週一番大きなクエストクリアしていけるようになるんがいいんちゃうかなって思ってるのが今日の僕です。なんか言うことをコロコロ変わってね、ごめんなさいね。ただまあ状況に応じてどっちにも触れるようにね、いようかなって思ってます。まあもちろんそのあれですけどね、ちゃんとしっかり休むっていうのも大事やけど、なんか昨日はあれかな、昨日は昨日で精神科じゃなくて、精神科もやってる医療法人のところのなんかカウンセリングルームみたいなのをね、ちょっと利用してね、まあお金もかかったみたいやけど、お家の人が払ってくれたからね、あれなんですけど、で、その帰りに、ちょっと天までご飯食べたりしてね。で、その後、スーパー銭湯入って。で、まあ、夜っちゅうか、もう日付変わってね。朝方3時台に4件やって、2082円稼げたっていう、もう、あざすっていう感じでしたけど、だからまあ、昨日は久しぶりにオフみたいな感じでしたね。楽しかった。よかったです。で、まあ今日はちょっと子供が体調悪かったから、お昼過ぎに迎えに行って、家で子供を看取ってね。で、まあ洗濯とかも、それに伴いちょっと後ずれしたから、コインランドリー行って、服乾かして、ちょっと小雨浴びながら帰ってきて、洗濯物を届けて、今っていう感じですね。だからまあちょっと僕も、今夜の稼働どうしようかなと思ってますけどね。せっかく今日6000円上がってるから、1万円にはしたいなと思ってて。この1万6739円が今週の売り上げなんで、まあ、3日間ね、月火水で、3日やって1万6000円やったら、1日ね、6000円上げてへんってことやからね。だからまあ、あと3000円か4000円やって、今週の売り上げを2万円に持ってきたいかな。できたら1日1万円のペースで、週の前半なんか月火水で3万円はやっときたいけどね。1日20件ぐらい月火水でやって、今日で60件ぐらいね、できとったら、
万々歳なんですけどね。ほんだら、もし今日60件できとったら、明日でクエスト報酬乗って、でも夜は子供泊まりに来るから、クエスト報酬あるから、まあのんびりしても、1日の売り上げはまあまあっていう感じで。で、金曜日、土曜日に残りの2段目、3段目のクエストクリアして、そこそこ報酬上げつつ、で、まあ日曜日は子供また遊びに来るから、まあ夜稼働だけになるみたいな感じやけど、それはそれでまあ、それまでにしっかり、クエストクリアしとったら、全然まあ、いけるんちゃうかなと思いますけどね。まあ、そういう思い通りに進まないのがね、弱いですわ。まあ、長くなりましたんでね、どうも申し訳ありませんでした。じゃあ、まあ、今夜もがっちり稼働しましょう。行くぞ。頑張るぞ。おう。出す。